あなたのまだ知らない楽しいがきっと見つかる。ユンチャンネル。Man greift Stein, das wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt.Es bleiben im Raum Carter, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Wagen! Sie waren Befehl zu Ihren Zeiten!Das ist einfach gekommen. Der Militär hat mich verlogen. Jeder hat mich verlogen, sogar die SS. Die gesamte Generalität ist in 2000 Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge, verreiter Versager. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmolz des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre.Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mich jeden nur als witzigen Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin.Ich war nie von der Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen.Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerda, jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus.Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen.改めまして、こんばんは、ユンです。ロックンだよ。うん。ご覧いただきました通り、おかげさまでユンチャンネル1周年を迎えることができました。ありがとうございます。やったぜ。もうやり始めた時は、とりあえず100回毎日あげるっていうのをやってたんですけど、まあ、それからね、編集もしらしてっていうので、うん、私自身すごく楽しみながら動画をね作ることができたなぁと振り返り、うん、たくが1年でね、大げさだが大げさかもしれないですけど、でも本当皆様ね見ていただいたりだとかコメントいただいたりっていうのがものすごく多分思ってる以上、皆さんが思ってる以上に励みにモチベになってます。本当にありがとうございます。うん。でね、
今日から、まあ、2年目に突入するわけですけど、まだ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 全然足りない、ご紹介したい作品がいっぱいある。こんなものじゃない、漫画の世界は本当に奥が深いっていうのを私自身この動画撮らせていただいてね、より実感しました。それぐらいやっぱり漫画って面白いし、で人の心を打つ、もう本当一つのカルチャー文化だと思います。そういう堅苦しいのはいいね、もうというわけで早速で、ごめんなさい、今回も購入漫画紹介会にさせてください。っていうのもまたね、4月新刊少ないって言ったんだけどな、買っちゃって7タイトル8冊かな、買ってきたのでご紹介していきたいと思います。というわけでまず1冊目こちら、じゃじゃん、星の声です。これは短編です。で、ここ原作がね、新海誠先生で、恥ずかしながら私新海作品見たことないんだ。君の名はもう見てないし、天気の子も見てないし、一番新しいのは何だったっけ、スズメの戸締まりでしたっけ、あれもね全部見てない。昔の秒速なんちゃらとか、琴の葉とかも。でもこれね、だいぶ前にご紹介したことある、こちら彼女と彼女の猫っていう作品があって、で漫画作画は違う方が書かれてるんですけど、原作は同じ新海誠先生の作品で、これがまあめちゃくちゃ良かったんだ。なんだろう、もう心の隙間にスッと入ってくる、そんな素敵な作品だったので、この星の声もきっと面白いんだろうなっていうので買ってみました。でまだ中見れてないです。多分まあ新海さんのことだから映画見てないのにねまあとても繊細なお話を書かれてるんじゃないかなっていうので読むのが楽しみです。でお次、じゃじゃん、おかえりアリスの6巻です。これはもう言うまでもない押見修造先生ので、これに関しては前回かな、私少年誌あんまり買わない、なぜなら少年誌だとやっぱり表現のね規制が青年コミックスより厳しいっていうので、なかなかね表現の幅っていうのは難しいと思うんですけど、これよくやってるね少年誌で。少年誌じゃないのかな、でもサイズ的に少年誌のやつだもんね。私コミックス勢なので雑誌とか全然わかんないんですよ漫画紹介しときながら。なのでまあサイズで少年誌なのか青年誌なのか判断してるんですけど、まあこじらせたこじらせた中学生の性事情っていう、もうやっぱりね多感な時期ですよ、その頃って。その頃のまあ少年少女たちの性に対する関心であったり、そういったものをまあ描いてる、等身大でバチコーンと。まあ6巻まで出てるっていうことは OK なんだよね、少年誌的にも。ただ侮るなかれ少年誌と、そんな作品になってます。これも読むのが楽しみで、お次、じゃじゃん、外国機関の8巻です。これも以前ご紹介したかな。まあ地政学に基づいて、まあそこからどん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 発展していく、ものすごく政治なお話です。で、これがね、原作がカルロ・ゼン先生。カルロ・ゼン先生で言うとこちら、領女戦記が有名なのかな？有名だと思うんですけど、まあ形としては幼女戦記が戦時中のお話で、こちらの売国機関が戦後処理のお話になってます。で詳しくは以前に紹介したことあるので、またロックに
第何話だよっていうのを調べてもらっておくので、うん、そちらを見ていただけたらなと思います。まあ、かなり政治のお話で、お次、じゃじゃん、ジャイガンティスの4巻です。僕たちはテラフォーマーズを諦めない。うん。なんのこっちゃって思った方、これね、まあ、原作は違う方なんですけど、漫画作画書かれてる方がこれ立花健一さんでいいのかな、先生で、テラフォーマーズの作画も担当してる方なんですよ。で、テラフォーマーズご存知だと思うんですけど、ずーっと連載してないんだよね。確かというか、多分さっき言ったように雑誌は追ってないので、ひょっとしたら連載はしてるかもしれないんですけど、単行本が出てない、もう長いことで。テラフォーマーズ諦めてジャイガンティスの作画に回っちゃったんじゃないのかな、立花先生って一番最初この1巻買った時思っちゃった。で、お話自体は、まあ、舞台日本で謎のクリーチャーが出現した、そんな世界線のお話で、それに対抗する、まあ、舞台であったり人間たちを描いた、そんなアクション漫画かなになってます。なかなかこのやっぱり立花先生の絵がね、迫力がある。うん、これ面白いです。おすすめです。で、お次、じゃじゃん、ライドンキングの10巻です。これはもうプーチン無双です。大丈夫かな。うん、とある国の大統領が異世界に転生されて、転生っていうか異世界召喚でもないな、まあ異世界にワープしちゃって、でそこで無双するっていう、そんなお話で、ゾコゾの大統領と同じように空手とか柔道とかめちゃくちゃ強いんだ。でもこのライドンキングに出てくるプルチノフだったかな、はものすごい人格者です。でもっていう接続詞でいいのかな、怖いね。まあそんな異世界ファンタジー物語で、まあ若干杖系、さっき言ったプルチノフがねめちゃくちゃ強いので、なので杖系を好きな方なんかは結構爽快感があって面白いかも。で、ギャグも満載、おすすめ、面白い、読みやすいです。で、お次、じゃじゃん、パラノマの一巻です。これはこのユンチャンネル、チャンネル見てくれてるね、視聴者の方がおすすめですよっていうのでおすすめしてくださって、で試しに買ってみました。まあ可愛い子には旅をさせろって書いてある通りに、この女性を主人公とした旅行記漫画になるのかな。私ね、そういう旅行記漫画っていうのをあまり今まで読んだことがないので、新しいジャンル、うん、ちょっと読むのが楽しみ。パラパラっとね、試し読みした感じだと、絵の感じはすごい好き。このお姉さんも結構可愛いよね。うん。なので、その旅の雰囲気っていうのがどこまで再現されてる、楽しめるかなっていうのを、うん、体験してみたくて買ってみました。まだこれも読めてないので、読むのが楽しみです。おすすめありがとうございました。ありがとうございます。で、お次、これで最後です。じゃじゃん。深夜食堂の一巻と、こちら4巻買ってまいりました。なんで1と4って思った方、だいぶ前なんですけど、深夜食堂の11巻までどさっと買ったんですよ。ただ1巻と4巻だけ歯抜けになってて、でそれを今日偶然見つけたので、やっと保管できると思って買ってまいりました。で、深夜食堂、お話自体はまあタイトルの通り、深夜にやってる、まあ定食屋さんでのお話で、1話完結のお話がたくさん載ってるっていう、そんなお話で、その、なんだろうね、人情物語というか、食べ物を通して、まあ人と人が触れ合って、まあ一期一会、
その出会いであったりだとか、長い付き合いの中でどう相手の気持ちを汲み取るとかね、そういったものすごく人情物語、そうだね、人情物語です。なので、漫画で言うとパッと浮かばない、一番最初にパッと浮かんだのが映画のトラさんだ。うん、トラさんとはちょっと違うかなでも人情物語が好きだよっていう、そんな方にはおすすめです。で、先ほども言いました通り、1話完結のお話がたくさん載ってるっていうので、どこからでも読めますし、今日はここまでっていうので、とても読みやすいです。その中で人の温かさであったりっていうのをものすごく的確に伝えてくれる、そんな素敵な作品になっていると思います。これね、今なんかあんまり出てる、結構出てたような気がするけど、見かけたら手に取ってみてください。読みやすいし、おすすめです。はい、というわけで今回はあれだね、購入漫画紹介会を終わります。でね、冒頭に言いました通り、今日で1周年、2年目突入になります。で、これからも変わらずね、漫画魅力をお伝えしていけたらなと思いますので、これからもぜひお付き合いいただけたら幸いです。で、せっかくなので記念企画じゃないですけど、とりあえず見てくださってる方からね、いただいた案だと本棚紹介してほしいっていうのをいただいて、ああじゃあやってみようかなって今ちょっと考えてます。だいぶ前に30回記念の時に一度本棚紹介したんですけど、その頃と実は漫画の関数自体はあんまり変わってないです。というのも、もう場所がなくなったら泣く泣く処分して新しいの買ってっていうのを繰り返しているので、関数自体は変わらないんですけど、結構中身が変わってる。なので、ぜひ、この機会、せっかくね、周年っていうので、で、アリーさん、いつもありがとうございます。アリーさん、本棚紹介してほしいっていうのをおっしゃってくださったんですけど、そちらやってみたいと思いますので、次回からどうだろうな、キャパ的にあんまり尺長くても見づらいもんね、4回とか、何回かに区切ってうちの本棚をご紹介していきたいと思いますので、そちらもね、楽しみにお待ちいただけたらなと思います。はい、というわけでここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。そしてこれからもユンチャンネルをよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとう。